第30回プライムタイムエミー賞はテレビ芸術科学アカデミーが主催するエミー賞の一つで1977年6月1日から1978年5月31日までにアメリカ合衆国でプライムタイムに放送された優れたテレビ番組に贈られる賞である受賞式は1978年9月17日にカリフォルニア州パサデナにある パサデナシビックオーディトリウムで行われた。司会はアラ・ンアルダが務め、アメリカでは CBS が生中継で放送した。主要部門以外のプライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は先行して9月9日に発表された。主要部門の最多ノミネートは、ホロコースト、戦争と家族の11部門で、オール・イン・ザ・ファミリーが9部門、マッシュが7部門と続いた。 主要部門の最多受賞は、オールイン・ザ・ファミリー、ホロコースト、戦争と家族のそれぞれ6部門だった。受賞者は、各項目最上段に、太字のものである。なお、各個は、アメリカ国内での放送権を持つネットワークであり、制作は異なる場合がある。数字は、主要部門からの合計で、プライムタイムクリエイティブ、アートエミー賞は含まない。数字は、主要部門からの合計で、 プライムタイムクリエイティブ、アートエミュー賞は含まない。ありがとうございます。